なあなあカードゲーマー、コスメを理解しているか。なあなあコスメオタク、カードを理解しているか。どうも、二つをつなぎし者です。メイクを始めて早10年。最初は脱毛するのも恐る恐るでした。美しチャンネルと言いながら、メイクのことやりながら、ポケモンカードを開封し続け、ポケカの大会に出ながら、メイクアップアドバイザーの資格を取り、化粧品検定を取り、そして自分のコスメブランドも立ち上げた。毎日メイクをしている私池田が、あなたたちの架け橋になります。いやー、ついに来ました。なぜこれがやりたくなったのか、まずはこちらの動画をご覧ください。2023年12月17日の動画でございます。そう、コスメをさ、女性ってよく買うじゃない、そのいや同じやろって思っちゃうんだけど、あ、すいません、これ言っちゃいけないやつ。まんまポケモンカードで同じこと言われるこのパック同じやろ確かに、これはカードゲーマーの意見でございますね。そして伝えることによって一人の男は理解し始めました。二人の意見を聞いてみましょう。どうしたカードゲーマー、この化粧水とかをまだ開けてないのにこれずっと溜めてる、この買いだめしすぎ、お前もシールド買いだめしすぎだ。これすぐ使う、使わないでしょ。これ横浜行ったから買ったでしょ。ねえ、ポケモンセンター新しいの出たから買ったでしょ。いつ使うの。おお、どうしたコスメオタク、な、なに、なんで対戦中デッキ一つしかないのに、あーなるほどね、あーデッキ一つしかないのにこんなにデッキを作ってんの。なんで唇一個なのにこんなにリップあんの。デート中じゃあ別の色に変えんの。変えないよね。なんであんの。そうだよね、日によって変えたいよね。どうしたどうした、カードゲーマー、あー同じ色なのにそんなにデバコス高いの買わなくていいだろう。あーなるほどね、500円の赤、もうほぼ同じだけど1万円の赤ってあるもんね。これ同じ効果でしょ。ねえ、これ同じ効果でしょ。ね、ね、レアリティ上げたいんでしょ。これ同じだよね。 こっちの方が強い、強くないよね。自分の中で気持ち高まるんだよね。その気持ちわかる。少しわかったじゃん。どうしたコスメオタク、なんかカードの効果とかいちいち覚えるの面倒そう。わかるよ、このね、カードゲーマーね、こういちいち裏見て相手のこのカードを何かなって確認しないもんね。わかるよその気持ち、一生懸命セーブ覚えてるよね。ツボクサいいのかな、ヒアルロン酸いいのかなと一生懸命覚えてるよね。そう一緒だよ、漫画でわかりやすい成分図鑑とか読んだりするもんね。偉いよ。どうしたカードゲーマー、メイク時間長くねえか、あデッキ作る時間長くねえか、ラスト1枚59枚はみんなと一緒なんだけどなーつ、わかるよ、ほぼ一緒、ほぼいつもと一緒なんだけどちょっと変えたかったりすんだよ。わかるよな。そうそうなんだよ、顔面ってデッキやねんな、デッキって顔面やねんな、パックとパックやん。パック開けるときワクワクするよな、何入ってるのかなって。そうなんだよ、ほら、変身スタートだって。一緒じゃん、変身してスタートすんだよ一日が。だんだん分かってきたんじゃない、ねえ、だんだん分かってきたでしょ。どうしたカードゲーマー、ちょっと怒ってきました。カードゲーマーがカードって価値上がることもあるから、うわー、クリーンヒットかも。確かにね、コスメ別に価値上がる。あの頃どんだけディップモンスター高くなったと思ってる、転売されてたよ。てか1600円とか3000円とかなってたよ。どうしたケイトってなってたよ。どうした株ポケってなってたでしょ。ポケカ吸ってくれ、リップモンスター吸ってくれ、一緒じゃん一緒じゃん。どうした怒っちゃって、コスメオタクちゃん、メイクって仕事でも使うから、これはやばい。カードゲームをすることによって論理的思考がつき、いかに損をしないことが大切なのかを教えていただきました。僕たちはライフポイント8000がいかに大切か、ダメ感の1点が10点ってこと知ってる？この思考、計算力、これ全部カードゲームから教わってます。どうした？カードゲームは。化粧品って使用期限あるよね。カードゲーム使用期限ないから、こんな使用期限あるものをそんなに買ったってしょうがないんじゃない。知ってますわ、もう言ってますわレギュレーション落ちることあんのに仲良しポフィン UR で揃えて大丈夫。一生懸命
綺麗な仲良しポフィンを言うわ、いつか落ちるぜ。レギュいいんだよ、俺も見てくれこれ、ほらもうあるある、もうこれあるある、もうはいはいはい、レギュ落ちしたけどずっと撮ってなんだよこれ、わかるよ、もうこれね、もうこれ、はい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 、これはいはい、クイックボール、はいはいはい、クイックボールやるね、回収ネットね、これ揃えたよ、はぁ、もうこれ使えない一緒じゃん、使えない、もうこれ、もうちょっと一旦落ち着こう、一旦落ち着こう、開封動画見すぎ、爆買い動画見すぎ、ヨネタクって誰、川北って誰、結局無印でよくない、あそう無印であるからね、何でも揃うからね、はい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 、結局無印でよくないなあ、無印でよくねこれ、結局無印でよくねえか、一緒じゃん、もう一緒、俺たちの悩みこれ一緒、結局無印でいいの、はあはあはあ、お互い落ち着こうよ、手を取り合おうよ、そういう日が来たんじゃないのか、これ買うの失敗したあったよな、あーコスメ買ったばかりだったのに9点の目代わり忘れてた、あるよな、そうだよな、カードゲーマー買った、よっしゃこれ買った、スターターですぐ再録されたよな、もう一緒じゃん、これ一緒じゃん、手をつなぎ合う時が来たよ、そうだよな、虫キングやってた横でラブ&ベリーやってたよな、これ一緒じゃん、もう同じ列並んでさ、このじゃんけんポンつってチャンチャンチャン、これ思ってたよな、じゃんけんしながらのチャンチャンチャン、何面白いなってね思ってたよな、チャンチャンチャンしながらなんてじゃんけんじゃん、クワガタとカブトムシじゃんけんじゃん、これ思ってたよな、なんか途中虫来て虫の知らせですみたいな、虫来て蜂にチクチク、なんだこれ、夏休みやってんのかこれってみんななってたよな、ポケカを買いに行ってコスメを買いに行って家帰って開封して使って楽しい、テンション上がった、友達にこういうのおすすめだよとか、友達に私のメイクポーチ見て、俺のデッキ見て、一緒じゃん、覚えてるよ、初めてカードを買った日、親に買ってもらったっけな、ちっちゃいさおもちゃ屋さんがあってさ、そこにさこれいっぱいカードあんだよ、アニメの主人公と同じカード使いたかったそうだよな、覚えてるな、初めてコスメを買った日、いっぱいいたなってさ、いっぱいいたなってさ、そう大好きな YouTuber と同じやつ使いたかった、デッキケース、メイクポーチ、プレイマット、マット肌、リップモンスター、ポケットモンスター、グッチ、ピッピ、イブサンローラン、リザードン、もう一緒じゃん、これどう、手を取り合うとき来たんじゃない、もうそうなんだよ、一緒、もう二つは一緒、見てほら、これ俺のコスメ棚ね、うん、このコスメいっぱい置いてんの、綺麗に置いてんのね、これ整理整頓して大好きなの、一緒一緒、こっちおいで、ほらここ、これ俺のポケモンカードゾーン、一緒、ぐちゃぐちゃなの、デッキ作るときとかでも整理整頓してんの、ほら見て、鋼とか蝶とかシール貼って一緒なの、メイクするときさ、まずベースメイクからするよね、ベースメイクさ、この何の下地使おうかなって、これ何のエネルギーからしようかなって、これなるでしょ、何のエネルギー使おうかなって、何のエネルギー使おうかな、何の下地使おうかな、これ全部一緒なの、お互いを尊重し合って、お互いを認め合って、これからも共に素敵なカードライフ、素敵なメイクライフを送ろうよ、以上2つは綱岸ものレインボー池田でした、それじゃあみんないいカード、いいメイクライフを。じゃあね。バイバイ。